シンプルにそうなのよ。で、車乗って30分ぐらいの時は一人やから、すごい一人の時はまあまあいい、こういい機嫌がいい。何してんすか？ラジオか。ラジオ？ラジオ聞かん？車で。いい、絶対聞かないっす。俺家でもラジオ聞くで。家でもラジオ、そう、ラジオがめっちゃ可愛いね。見る俺のラジオ。これ、優れもない。スピーカーにもなるし、Bluetooth つないだ。え、おしゃれ。古い感じの。うん。Bluetooth と FM と AM と全部聞ける。これがもう、ラジオ聞いてることが多いかな。ラジオ流してることが多いかな。ラジオ聞かないな、全然。あ、そう。俺だって、なんか YouTube で、あ、そう、わからんか、絶対。あの東野浩二ってわかる？はい。あの人が YouTube やってんねんけど、声だけの YouTube やん。だからラジオやん。だからラジオがやりたいって言って、ラジオがやりたいって言ったけど、結局スポンサーがつかへんってなって、できひんってなったから、一人でじゃあ YouTube でラジオ始めようってなって、真っ暗な画面の中、真っ暗な画面っていうか、その画面でずっとラジオ上に喋ってるみたいな。まあ、ラジオみたいなのありますもんね。そうそうそう。それとかも、別に顔も出てこへんけど、聞いてる。東野浩二の幻ラジオっていうのがあるんやけど。マジ、ほんと喋るのうまいよね。うまいくらも、うまくないけどな、別に。いや、すごいと思う。みんな巻き込めるじゃないですか。まあゴルフに関しては結構巻き込んだとは思ってるけどな。確かに。しかも、成長がえぐい。え？あ、ゴルフの？まあ、あんまりな、そういう成長の話はあんまり良くないぞ。成長、そうやな。まあ、もっと行きたいけどな、今、時期的にな。確かに。うん。ほら、宇佐美選手が幻ラジオ聞いてるのびっくり。いや、ラジオ面白いから、ラジオ面白いからちょっとコウスケ聞いてみろって、マジで。なんかね、芸能人がテレビで喋れへん話をラジオで喋ってんねん。へえ。なんか割と、なんて言ったんやろ、もうああいうのもコンプライアンスとか多分そんなにテレビほど濃くないから、もうめちゃくちゃなこと言ってるから、マジで好き勝手喋ってるから。いや、なんかラジオ聴こうってなんないな。だったら音楽流す。面白い人のラジオはほんまに面白い。だからその東野、一回ちょっと聞いてみて、てか YouTube で見てみて、東野浩二の幻ラジオで、普通になんかバース VS クレーマーっていうやつがあんねんけど、ああインスタのダイレクトメールに悪口を書き込んできた人とのそのインスタのそのダイレクトメールのやり取りの様をこうずっと喋り続けるっていう回があんねんけど、めちゃめちゃおもろい。いや、それ聞いただけでも面白い。そう、だってその DM に、おい、なんか東のおもろないぞみたいなこと書かれたら普通ムカつくやん。うん。書いたへんやん、絶対。そこにあえてその東野さんは、どういうところが面白くなかったですかって聞き返すね。それに、いや、こうこうこうでこういうとこが面白かなかった、お前は何々やみたいなこと言われたら、また次そのテレビの放送が終わった後に、今日はどうでしたかってその人がまた送るんで、その人が、いや、こうこうこうで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 っていう返してる、そのやり取りをずっとこうやってるっていうのを一人で喋って話してはんだけど、それがもうめちゃくちゃおもろい。でもそれだけで20万回ぐらい再生されてるからな。すごい。声だけでやる。すごい。画面は一切変わらへん。東野浩二の幻ラジオって書かれてて、画面は一切変わらへんのに、ほんまに20万回ぐらい再生されてる。すっごいよ。すげえ。あんだけ、俺ら5人であんだけ喋って、YouTube は3万回とかやのに。すごいわ。とんでもないね、やっぱ。有名人。
レベチですよ。レベチ。そう、知られてるその人数がね、面白いよ、ラジオ。ほんまに面白い。絶対無理やもんな、コウスケラジオとか。絶対無理。ああ、今日喉乾くわ。暑かったからかな。あ、今日暑かったっす。曇りでもこの暑さやからな。晴れたらどうなんねんっていう恐怖心が。怖いよ、大阪。え、東京はそんな暑くない？東京も暑いやろ。いや、大阪の方が暑いんじゃないですか。大阪暑いやん、でも。大阪暑い。え、コウスケ、横浜からパーッ、東京から来たりしてさ、京都駅って出たことある？京都駅？うん、京都駅、新幹線の京都駅、出たことある？え、出たことありますよ。京都駅、一番暑いからな。もう夏場、京都もやばい、夏場。もう盆地やし。ああ、盆地やばいって言いますもんね。もう大阪も暑いけどな、京都の方がなんか暑い気がするな。大阪でしょ。小野瀬君、お酒飲みますかって。飲まへんやろ、一人やったら。いや、家じゃ全く一滴も飲まないですね。もう行くしょ。俺やったら顔消えちゃうねんな。呼ぶ方がいいか。でももう言うてる間にあと15分やからな。すごいやろ。え、早っ。嬉しい。どう？インスタで見た。いや、あれずっと見れますね。うん。あの子はすごいよ。フォロワーとか数やばいもんな。やばい。200。300万人ぐらい。えぐい。300万人だって。1つ書いたら300万人が見んねんて。300万人って言ったらもううちの地元の人口の何倍や。約8万人やからな。かけるなんぼで300やねんて。で、ああいう人たちって自分でやってるんですかね。ああ、やってない人もいると思うな。なんかそのマネージャーが撮って。でもそれは多分マネージャーがちゃんと文字打ってる感じでやってるから。いや、自分でやってるんじゃない？どうなんですかね。だって自分の携帯でやってるやん、大体インスタなんて。自分でやってないことはないと思って。で、ちゃんとなんか分けてほしくないですか、このチェックマークみたいに。自分でやってるかどうか。いや、自分でやってないとチェックマークつかへんから、公式スタンプは。あ、そうなんすね。だから自分でやってると思うで。だってコロナの時期とかも家からインスタライブしてる芸能人とかもいたしな。誰や、長野めいちゃんとか。はい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 。長野めいちゃんとか好きじゃないの？長野めいちゃんって何歳？え、多分若いと思いますね。今田美桜ちゃんも相当若いよな。何歳ぐらい？あの子は二十歳あれなのかな？超えてんのかな？いや、二十歳は超えてんじゃないですか。うん、23、23歳。誰が23歳？今田美桜ちゃんかな？しかもコニーさんやし。あ、コニーさん。コニーさんが23って書いてる。今田美桜ちゃんが23で、長野めいちゃんが20歳ってことかな？うわ、若い。若いな。20歳ってことは。うわ、石田ゆり子さんもインスタライブ始めたいって。見ないと。やめますよ、もう。いや、あと13分。13分やったら、小野瀬選手と福田選手の喋り方似てる。似てる？全然似てない。あの子すごい天然じゃん。いやいや。君もよ。いや、でも彼結構飛び抜けてないですか、ゆうや。ゆうや、そうなんかな、天然なんかな。あと、なんか笑い方癖ないですか。あーみたいな。
笑い方そうやな。高いよ。それに笑っちゃう。ほら、あなたもですって、ほら。な、何？え、天然のことやる。だから、小野瀬選手も飛び抜けてますよって。君もよって。じゃあ僕は狙ってやってるんですよ。嘘つくな。狙ってやれるほどそんな頭良くないやろ。確かに、そんなに器用じゃねえ。天然、まあいいよな。天然っていいよな。ド天然な人って面白いな。俺、友達で欲しいもん、ド天然なやつ。もう、やることなすこと全部間違えるやつみたいな。友達で欲しい。見たら迷惑なのかな、やっぱり。天然。誰やろうな、俺の周り天然。コウスケとユウヤくらいかな。なんかあったっけな、天然の。エピソードっすか。うん。そんなエピソードあるほどじゃないじゃないですか、自分の。でも、自分のそういううっかりエピソードみたいなのはあんねんけど、自分のうっかりエピソードを喋れるうちは天然じゃないと思う。だから、俺の自分のうっかりエピソードはいっぱいあんねんけど、俺自分で話せるから俺は天然じゃない。100%。例えば、コメダコーヒー行って、コメダコーヒーわかる？わかりますよ。白ノワールってわかる？あ、それはわからない。なんか、おやつみたいな。おやつっていうか、なんかデザートみたいな。デザート、そうそうそう。なんか、白ノワールっていうのがあるらしいねんな。俺はそれ知らんかったのよ。で、それの、なんか、ミニ白ノワールみたいなのがメニューであって、まあ、ちっちゃい白ノワールやんな。そう、ミニ白ノワールって書いてあったから、そういう商品名なんやと思って、店員さんに、ミニ白ノワールのちっちゃいのありますって言ったら、嫁が横で爆笑してたとか。けど。ミニシロノワールちっちゃいのありますって。俺は全然知らんかった。これはでも天然じゃなくて無知、わからんかっただけって。たまにやんねんな。このお前コメント多いすぎやねんって。ほんまあれやな、なんかながらじゃないと喋られへんの。あの、YouTube の時もそうやったし、パソコン触りながら喋ってたしさ。人とまっすぐこう向かい合って喋れへん、君。携帯とかも大体触りながら喋ってるやん、いつも。あの、わけわかんない野球のゲームアプリしてたりさ。いや、わけわかんないから、プロスピってすごく楽しいゲームなんですよ。俺にはわけわからんもんだってある。課金もしてるし。しっかり。オノセイズザベストガイやって。リバが。なんか言えや。Thank you。Thank you。Thank you 出た。Thank you 出た。コメント多いすぎて。でもこれやったら多分、またフォロワー増えればいいな。はい、ありがとうございます。フォロワー1万人につき、俺に、スタバのエスプレッソアフォガードフラペチーノをおごってな。俺乳製品全カットするって決めてるけど、あれだけはもういいと思って許してんね。じゃあドライブスルーしましょう、俺先で。あ、いいんですか。はい、後ろの人に払ってもらう。いいわ、今後一切俺がお前におごってもらうことはない。後輩やから。また飯お願いしますね。焼肉。焼肉行きたいな。焼肉行きたい。癒しんぼ行きたいな。癒しんぼ行くんやったら陽介も絶対連れて行くんやった。あと大食いも、大食いくんも。大食い元太。大食い元太。あいつマジで胃袋強すぎへん。あいつのなんかゾーンみたいな入った時半端ないですよ。なあ、バリ食うよな、ほんま。めちゃめちゃ食う。しかも食い終わってさ、なんか、食い終わった後になんか、まだご飯屋さん探してたし。
何々あるとか言い出すの。もう、え、お前まだご飯屋さん行こうとしてんのみたいな。そしても別に体も締まってるしな、なんか。いや、そうだった。それがちょっとな、不公平やんな。俺、現代以上に食う人見たことないかも。あいつすごい。すごいよな。あれがだって脂肪に変わらへんっていうのがすごいよな。ケンタでもお酒飲めへんからな、あんまり。そうですね、あんまり飲めない。はい。真っ赤になるもんな、すぐ。かわいい、あいつ。な、真っ赤になるの。俺はだって真っ赤になりますから。ケンタって、かわいい系なのかな、かっこいいのかな。両方あるんじゃないですか。両方あるって最強ちゃう。最強っすよ、あいつ。なんなムカついてきた。お、待て、エスプレッソアフォガードのカスタマイズはエスプレッソショット2杯追加のシロップ抜きがベスト。俺らもやってるよな。やってます。俺らは。これ誰が始めたんですか。陽介やな、確か。陽介が砂糖とシロップ抜いてショット1杯追加やな。でそれを飲みたくて、ゲンタに、これ何を何抜いて何追加するんだっけつって LINE してスタバ行きました、それで。あれ、でもあれな、やっぱショット1杯じゃ足りひん気すんねんか。2杯なんですね。ショット2杯にしてくださいって言ったら、店員さんに、ショット自体がすごく熱いものなので、ショット2杯を追加してしまうと、少々こう、温度がぬるくなってしまう可能性がありますけど、大丈夫ですかって言われた。でもショット2杯追加がベストって書いてある人いるから、今度ショット2杯でやってみよう。いや、俺もやってみよう。あのさ、スタバのドライブスルーでさ、やばい、もう終わってしまう時間が。エスプレッソアボガドフラペチーノのって言った後にさ、その全部言い切りたいね。エスプレッソアボガドフラペチーノのトールを、砂糖とシロップ抜きショット追加でって言いたいのに、エスプレッソアボガドフラペチーノのって言って次言おうとしたときに、エスプレッソアボカドフラペチーノって向こう側から言われて、で、あ、はい、サイズはどうなされますか、え、トールで、で、砂糖とシロップ抜いて、砂糖とシロップ抜きですねって言われて、全部来るからもう一個一個から丁寧なんですよ。せやね、もう砂糖とシロップ抜きショット追加でって言いたいのに、もう言い切りたいのに、砂糖とシロップ抜きでって言った瞬間に、お砂糖とシロップ抜きですねって言われて、あ、はい、で、ショット追加で、はい、ショット追加ですねってなって、こうガチャガチャってなるよね。あるある。やっぱ顔を見ずにこう注文するって難しいなっていつも、そうですね、痛感してるわ。一気に言いたいのよ、一気に言わせてほしい。でも見てる人でスタバの店員いるんすかね。いるわけないから。でもいつもあそこのスタバの人は優しい。あそこ再開したら頑張ってくださいとかいつも言ってくれるし、気づかれてないの。じゃあいつもは嘘ついた、ごめん。あと江坂のスタバの人にも毎回言ってくれる、頑張ってください。江坂の親身のとこ、はいはいはい、あそこ抜けたとこも言ってくれはん。あそこか、俺がいつも言ってんとこや。マサビの奥のとことこや。千里か。山田のとこじゃない。山田か。山田、はい。山田のスタバは日本一らしいですからね。え？なんか書いてあったよ。スタバのその全店舗の中で、なんかお客様アンケートかなんか取ったのか分からんけど、その、店員さんのこう、態度とか、なんかそういうのも全部ひっくるめて、なんか日本のスタバで1位取りましたみたいな看板が1回出てる時あったよ。すげえ。通りでっていう。いいね、こう最後スタバの話で終わるって。うん。1年前までスタバでアルバイトしてました。カスタマイズ多いと店員側もテンパっちゃいます。そうですよね。すいません。ほんとすいません。そろそろ終わりますか。はい、ありがとうございました。明日はオフなんでね、ゆっくり休んで、はい。
まお疲れです。待てよ喋ってんねん。明日はオフなのでゆっくり休んで、はい、また明後日から頑張りましょうって言おうとしてね。はい、OK ですか？はい、OK です。お疲れでした。おやすみなさーい。おやすみなさい。早く寝るんだよ。うるせえバン